被爆とは人体が放射線にさらされることを言う。爆が常用漢字でないことから被爆とも表記される。被爆は放射線を受ける形態が外部被爆か内部被爆かでその防護方法が大きく異なる。放射線の歴史は1895年のビルヘルム・コンラート・レントゲンの X 線の発見に始まるが放射線の利用とともに人体が 放射線を浴びること、被爆によって様々な放射線障害が発生することが徐々に認識されていった。原子爆弾など戦争兵器にも用いられ健康被害をもたらす放射線被爆はできる限り避けねばならない。しかしながら放射線治療などに用いられる放射線技術は大きな利益をもたらす技術である。そこで放射線技術による利益を享受しつつ、 被爆に伴う放射線障害を防止することを目的とした放射線防護の概念が放射線障害の認識とともに発達してきた。今日においては以下の目標が掲げられている。利益をもたらすことが明らかな放射線被爆を伴う行為を不当に制限することなく人の安全を確保すること個人の確定的影響の発生を防止すること確率的影響の発生を 制限すること放射線防護にあたって、最も重要であるのは放射線源から被爆を受ける形態であり、次の二つに分類される。点放射線源からの外部被爆の場合、最も単純な防護方策はその点線源との距離を大きく取ることであるが、同じ被爆でも空気中に放射性物質が拡散してしまい、吸引による内部被爆が疑われる場合は、 放射線防護策としては全く異なる方法を取らなくてはならない。放射線防護策を検討、実施するにあたって、場所の放射線量及び被爆をしている個人の線量を計測することは重要である。放射線防護を行うにあたって、基本的尺度となる線量概念が実行線量であり、個々人の被爆した実行線量は定められた。 実行線量限度以下に抑えられる。なお、低線量の放射線被曝による健康被害については各種議論がある。放射線の透過能力、α 線は紙1枚程度で遮蔽できる。β 線は厚さ数ミリメートルのアルミニウム板で防ぐことができる。γ 線は透過力が強く、コンクリートであれば50センチメートル、鉛であっても10センチメートルの厚みが必要になる。 中性子線は最も透過力が強く、水やコンクリートの厚い壁に含まれる水素原子によって初めて遮断できる。放射線は放射線物質あるいは放射線発生装置より発生する。放射線源が密封宣言の場合、被爆は体の外部からの被爆である外部被爆だけであるが、非密封宣言の場合、外部被爆に加えて、 体の内部に放射線物質が入り込むことによる被爆である内部被爆も考慮しなくてはならない。外部被爆として問題になる選手はガンマ線、X 線、ベータ線、中性子線で、これら放射線を防護する方法には次の三つがある。宣言と人体との間に遮蔽物を置く宣言と人体の距離を大きく取る放射線を受ける時間を短くする放射性物質が 空気中などに拡散して存在している場合、その放射性物質が体内に入り込むことによる内部被爆の恐れが生じる。そのため、内部被爆については放射性物質を体内に取り込まないような防護が基本となる。体内に取り込まれる経路としては、次の三つがある。内部被爆の特徴内部被爆をした場合、すなわち一度体内に放射性物質が取り込まれた場合、 その取り込まれた放射性物質を除くには物理的現象とともに生体機能の代謝による排出を待つより他ない。その場合物質により放射性物質としての半減期に生物学的な半減期が加わるために内部被曝の染料の計算には多くの困難がある。体内に取り込まれた放射性物質がどのように振る舞うかは その元素の科学的性質によって異なる。例えば要素131は、吸気から、皮膚から、食事や飲み水からなど多くの経路で、内部被曝の推定には難しさがある。要素は、選択的に甲状腺に取り込まれ沈着する。甲状腺には、多くのサイログロブリンの蓄積があり、それが要素と結合している量も変動が大きい。 例えば海産物を多く摂取する日本人の場合は要素の飽和量が高いと言われるが大陸の住人は要素の飽和度が低いと言われるこのように工場船に蓄積する要素131の量については被爆に至る経路が複数であることまた工場船の要素の飽和度などにも個人差がありまた内部被爆の影響が長時間にわたると考えられるこのため 多くの過程と推定により50年間にわたる生態の内部被曝量を予託等化線量として推定するがその算出には多くの議論がある。したがって内部被曝防護の立場では最初に飛散する要素131が住人に到達する前のなるべく早い段階で要素材を投与し工場線の要素飽和度を上げて要素131の蓄積を減らすことが最も 重要である。このために、原子量発電所の勤防や作業にあたる自治体、警察、軍隊組織などに、要素材の蓄積されているが、我が国では住民にあらかじめ配布されていないので、原子量発電所の事故などの混乱時に短時間に、要素材を配布することが混乱であるとの指摘がある。アルカリド類金属であるストロンチウムは、 骨中の同じくアルカリドルイ金属であるカルシウムと置き換わって体内に蓄積することが知られている。一方でカリウムやセシウムは水に溶け込み全身の細胞内に広がる。このように放射性物質の種類によって体内に摂取された後に存在する場所が変わる。人工的に発生させた放射線は人間の諸活動に伴って発生する放射線であり全ての被爆が 放射線防護の対象となる。そこで、放射線被曝を伴う行為を導入、実施などする際は、放射線防護の目標達成のため、放射線防護体系の3原則を遵守する必要がある。さらに、モニタリングにより、放射線、源の環境及び個人の管理が厳重に行われていることを確認しなければならない。なお、人工放射線の体として、 地球誕生以来生活環境に存在している放射性同位元素からの第一放射線と宇宙からの放射線である宇宙放射線を合わせて自然放射線と呼ぶ。自然放射線による被爆により人々は実行線量で世界平均合計年間2 4 0 0ミューシーベルト前後の被くを受けているとされるが自然放射線による被くは 人為的にコントロールすることができないために放射線防護の対象から外されている。被爆は宣言環境人が相互に関わり合う中で生じることから防護措置も一宣言管理、二環境管理、3個人管理の3つに分類される。このうち宣言管理が最も効果が大きく防護策を講ずる上で最も優先させるべきである。さらに、 核管理に対応した以下のモニタリング概念が存在する。放射線防護の観点から被爆の対象は医療被爆、職業被爆、公衆被爆の3つに分類される。職業被爆放射線業務従事者、または放射線診療従事者が業務の過程で受ける被爆を職業被爆と呼ぶ。職業被爆に対する防護の責任は事業者と作業者自身にあり、 職業被爆をする人々は被爆管理、健康管理、定期的な教育、訓練を受けることなどが義務付けられている。被爆占領に対しては、法令で占領限度が決められており、放射線業無従事者は、サーベイメーターなどを装着し、占領限度を超えないようにしなければならない。公衆被爆、職業被爆、医療被爆以外の被爆、すなわち、原子力。 放射線利用に伴う一般の人々の被くを公衆被くと呼ぶ。公衆被曝に対する防護の責任は公衆被曝をもたらす放射線源を利用する事業者にあるが職業被くとは異なり公衆の構成員の一人一人を管理することは実態として難しいため公衆の放射線安全が確保されていることは宣言モニタリングと環境モニタリングによって確認される。 つまり、公衆被爆では、基本的に、個人モニタリングは行われない。医療被爆医療の現場における、患者への病気の治療を目的とした意図的な放射線症者による被爆を医療被爆と呼ぶ。医療被爆に対する防護の責任は、事業者及び実際に放射線診療に関わる医師と、診療放射線技師等によって行われる。医療被爆には、職業被爆や、 公衆被曝に適用される線量限度は存在せず、線量は防護量である染、等価線量実行線量ではなく全て吸収線量で表される。さらに、法律で規制される被爆限度には医療被曝によるものは含まれない。被爆の恐れのある場所は放射線管理区域に指定され、厳密に管理される。さらに、放射性物質の付着や、 内部被爆の恐れがある区域は、汚染の恐れのある管理区域として、防護服を着用するなどの汚染防止策が取られる。また、業務上放射線を扱うため被爆の恐れがある労働者については年間等の被爆線量に限度が設けられており、これを超えて従業することは、国際放射線防護委員会の勧告に基づいた放射線障害防止法。 電離放射線障害防止規則、人事院、規則10から5、医療法施行規則等により多重規制されている。管理区域に立ち入らない一般公衆の被爆線量限度は、これらの法令による放射線管理区域等からの漏えい放射線、線量率や放出される放射性同位元素濃度の規制により放射線業務に従事するものの限度より、 はるかに低く抑えられるように義務付けられている。チェルノブイリ原子力発電所事故を契機に輸入食品内における放射能の暫定限度が370ベクレルキログラムに設定され、これを超える食品は日本に輸入することができない。福島第一原子力発電所事故後の暫定基準値については食品に含まれる放射能に関する暫定規制値の項目を参照。 蒸気の被爆のうち、特に核兵器による被爆や、核実験また、原子力の平和的利用として、開発と設置が進められてきた、原子力発電などの原子力事故を受けて、放射性物質による被爆及び被爆のリスクも含めて、これまでに世界規模で、反核運動が行われてきた。日本では、第五福竜丸被爆事件を契機に、安井薫が、 原水爆禁止運動を組織化し、1955年に原水爆禁止日本協議会を設立した。以降、大規模な事故や事件に応じて、様々な反核運動や原子力撤廃運動が展開した。2011年の福島第一原子力発電所事故を受けて、様々な運動が展開している各運動団体、運動の歴史、 また、各界による発言や対応などについては、反核運動及び原子力撤廃を参照のこと。ありがとうございます。